さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。8月2日は1980年6月に北朝鮮の工作員シン・グァンスラによって拉致された原忠明さんの誕生日です。原さんは今年で80歳になられます。また8月は1978年に曽我三好さん、ひとみさん親子が新潟県で、市川修一さん、増本瑠美子さんが鹿児島県で拉致された月です。曽我ひとみさんは2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残されていた夫と二人の娘さんの帰国も実現し、現在日本で元気に暮らしていらっしゃいます。しかし母親の三好さんはまだ日本への帰国を果たせていません。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。7月14日アジア欧州会合ASEM首脳会合出席のためモンゴル訪問中の安倍総理大臣はエルベグドルジ大統領らと会談を行いました。エルベグドルジ大統領からは二国間の協力に加え国際条理での協力強化、国連での連携強化、日米モンゴルの三カ国協議等も進めていきたい、北東アジアおよび朝鮮半島の安定のためウランバートル対話を進めたい等の発言がありました。これに対し安倍総理からは昨年9月の第1回日米モンゴル事務レベル協議の開催を歓迎、多国間の戦略的な対話は重要であり今後も開催していきたい旨述べました。また6月の北朝鮮による弾道ミサイル発射は核ミサイル開発の進展を示すもので、北朝鮮の安全保障上の脅威は新たな段階であること、北朝鮮の行動を変えるためにも安保理決議の厳格な履行や外交的働きかけを通じ圧力を強めることが重要であり、北朝鮮の非核化につながるよう協力をしていきたい旨述べるとともに、拉致問題へのモンゴルの協力と理解に感謝を述べました。また翌7月15日および16日ウランバートルにて開催された第11回ASEM首脳会合に出席した安倍総理大臣は、初日全体会合の第一セッション、これまでの総括と
アセムの将来においてリードスピーカーとして発言したほか、2日目自由討論のセッションにおいて2番目に発言し、地域の平和と繁栄に関わる課題として拉致問題を含む北朝鮮に関する日本の立場および南シナ海に関する日本の立場を述べました。各国首脳からはテロ対策、法の支配、ルールに基づく国際秩序および紛争の平和的解決の重要性、海洋の安全保障、北朝鮮の核実験や人権状況への懸念等について忌憚ない発言が行われました。安倍総理はウランバートル訪問中、さらにドイツ、バングラデシュ、中国、EU、ベトナム、カンボジアの各首脳との会談を行い、忌憚ない意見交換を実施しました。このほか安倍総理は議場外でも多くの首脳等と懇談し、各国との協力を深めることにつながりました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。8月1日、慰安婦財団の発足について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。7月28日に韓国政府は元慰安婦を支援するための財団、和解癒し財団という新しい財団を発足させました。これで昨年末に成立しました慰安婦問題をめぐる日韓両国政府間の合意というものが、ようやく本格的な実行段階に入ったということが言えるんだろうと思います。ここまで7ヶ月間の時間が過ぎていると。これだけ時間がかかりましたのは、韓国内に依然として日韓合意に対する反対という意見が多いためであると言っていいかと思います。そのため韓国政府はこの日韓合意を実行するということについては慎重にこれまで対応をしてきたと。それで財団が発足するまでやはり7ヶ月かかったということになろうかと思いますが、しかしこの7ヶ月のを振り返ってみますと、日韓両国政府が合意事項をきちんと履行してきたという点で注目されることがあります。それは日韓合意の中には、日韓両国政府は国連などの国際社会においてです、慰安婦問題に関する非難批判といったものを抑制するという、そういう合意がありましたが、これをきちっと守って現在に至っているということであります。特に韓国政府がこの約束をきちっと守ってきているということの意味は決して小さくないと言っていいかと思います。慰安婦問題については合意ができるまでの数年間、韓国政府はことあるごとに国際社会で慰安婦問題についての日本の姿勢を非難批判するということを繰り返してきましたが、しかし今それは抑制しているということで、それをきちっと約束を守っているということにはなりますので、ここは非常に意味のあると肯定的に評価できるところであろうかと思います。今後の具体的な動きということになりますと、財団の設立を受けまして、今度は日本がその財団に対して10億円を拠出するという、そういう日本の行動と
いうものが次の段階に行われなければいけないわけでありますが、現在日本政府は8月中にもこの10億円の拠出を行うという、そういう準備を進めているということが伝えられております。もちろんこの10億円の拠出をめぐっては、日本国内には少女像、慰安婦少女像の撤去、移転というものをまず先にすべきであって、それが実現したらその後に10億円を拠出してもいいという、そういう意見があります。現在、日本大使館の前に慰安婦少女像があるわけでありますが、これは国際法違反のであるといいわけでありますので、まずその撤去、移転というものが先に行われなければならないという、そういう意見が日本国内にあるのは当然だと言っていいと思います。しかし日本政府はその少女像の撤去、移転を前提条件にして10億円を拠出しようという姿勢を取っているわけではありませんので、8月中に拠出するということはもちろん十分に可能であろうと思います。一方韓国の方の意見を見てみますと、この日本が拠出するお金を賠償金として受け取るということを求める声が韓国内にありますが、これも韓国政府はそういう姿勢は取らないということを今まできちっと守ってきております。日本の拠出するお金は賠償金ではもちろんありません。それは1965年の日韓国交正常化の際に法的な問題を全て解決しているわけでありますから、賠償金というのは成立しないわけでありますので、今韓国政府もその点はきちっと守るという姿勢を取っているということになろうかと思いますので、10億円の拠出というものは実現するというふうに考えられるんだろうと思います。今後はの展望ということになりますと、いずれにしても韓国内には反対論が強いということでありますので、やはり慎重に段階的に進めていくというしか道はないんだろうと思います。今回の日韓合意というのは、大事なことはこの慰安婦問題が最終的かつ不可逆的に解決されることを確認するということになっておりますので、この最終的かつ不可逆的に解決するという方向に持っていく、そのために、慎重に実現していく道を歩むというのが現在求められていることだろうと言っていいと思います。先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者田口八重子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんからのメッセージです。このメッセージは2015年3月に収録したものです。1978年6月ごろ、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口八重子さんは拉致されました。それでは飯塚茂雄さんのメッセージをお聞きください。北朝鮮にいる田口八重子、私はあなたのあんちゃん、しげおです。よく言われる、北朝鮮と日本の空はつながってます。そして海もつながってます。その青い海と空、これを通じてあなたにメッセージを送ります。この長い間、非常に苦労してきた、お前の大事な人生の一番
尊いその時期を北朝鮮に連れて行かれて苦しい生活をさせられていると思いますけども、それもまた、私たち思うにつれ、早く日本に返してあげたい、毎日毎日ごちそうを食べてますが、これをお前に、やいこに食べさせてあげたい、今どんなものを食べてんだろうということも毎日考えながら、私は毎日晩酌をしています。で、必ずお前の話が出ない日はありません。そういうことでは、あんちゃん、しげおの家族も当然、そしてまた、お前の兄弟も同じような気持ちで毎日毎日待ってます。私たちも含めた、全日本人、の世論も高まって、なんとか早くこの問題を解決に向かわせなければいけないと、まあ、いうような思いが相当盛り上がっています。で、それを受けて、日本国政府も的確な対応をしているところですけれども、まあ、やはりこれは、北朝鮮という難しい国を相手に協議をしていかなきゃいけない、これが一番の、まあ、いわゆるネックになってますが、これは、あなた方が頑張ってじっと待ってる、健康で、待ってる、そしてまた私たち兄弟あるいは国民も、これをじっと待ってる、そういった雰囲気があるけれども、あまりにも長い間この問題が解決しないというこの状況からすれば、もしかしたらあなたは、八重子は、もう助けてくれないんではないかと、まあ、いうような思いに浸るかもしれませんが、絶対にそういうことはないです。ありません。あなたが頑張ってくれさえすれば、もう少し我慢して頑張ってくれさえすれば、必ず日本に帰れます。絶対に諦めないでですね、もう少しです。待っててください。あなたの写真を見ながら、あんちゃん、早く助けてよという言葉が、その写真の中から聞こえるようです。そういう思いを私たち兄弟も持ってます。当然、お前の大事な息子、孝一郎、そして、娘の綾、これも当然ながら、私と同じような気持ちで待ち焦がれ、また、奪還のための活動もしています。ぜひそのうち近い将来、近いうちにですね、あなたを抱き涙する時が来ると、まあ、いうふうに私は信じております。ですからあなたもそれを信じ頑張ってください。また元気で会える日を楽しみにしております。田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さん、飯塚繁雄さんからのメッセージでした。次は、今週の一曲です。今週は、1974年のヒット曲、三輪車で、水色の街をお届けします。それではお聴きください。生まれたよ。
三輪車で水色の街をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。